14世、北六平太による、隅田川の一場面。小木島雄三撮影隅田川。隅田川は、農学作品の一つである。関瀬元宮美作。一般に、教助者は再会、ハッピーエンドとなる。ところがこの曲は、春の物狂いの形を取りながら、一粒種である、梅若丸を一回にさらわれ、京都から、武蔵国の隅田川まで流浪し、 愛児の死を知った母親の悲嘆を描く。格流派で演じられるが、コンパル流で演じられる時は、角田川のタイトルになる。私森が、これで、最終便だ今日は、大念仏があるから、人がたくさん集まると言いながら登場。脇連れの道行きがあり、私森と、都から来たやけに面白い教授を見たから、それを待とうと話し合う。ついで一声があり、 教女がこう失ったことを嘆きながら現れ、駆けりを舞う。道行きの後、私森と問答するが哀れにも、面白を狂うて見せそうらえ。狂わず、箱の船にハのセまじいぞというといじめられる。教女は、成平の、名西おわば、の歌を思い出し、歌の中の恋人を我が子で置き換え、都鳥を刺して嘆くことしきりである。私森も,も心打たれ、かかる有識。 教女こそソーラはね、急いで、船に乗りソーラへ。この渡り肌大事の渡りにてこう。構えて静かに召されソーラへ。と親身になって、船に乗せる。対岸の柳の根元で人が集まっているがなんだと、教女が問うと、私森はあれは、大念仏であると説明し、哀れな子供の話を聞かせる。京都から人会にさらわれてきた子供がおり、病気になってこの地に捨てられ死んだ。 死の間際に名前を聞いたら、京都は、北白川の吉田坊の一人息子である。父母と歩いていたら、父が先に行ってしまい、母親一人になったところをさらわれた。自分はもうダメだから、京都の人も歩くだろうこの道の脇に塚を作って、埋めてほしい。そこに柳を植えてくれという。里人はあまりにも哀れな物語に、塚を作り、柳を植え。 一年目の今日、一周期の念仏を唱える、ことにした。それこそ我が子の塚であると教女は気づく。私森は教女を塚に案内しとむらわせる。教女はこの土を掘っても、我が子を見せてくれと嘆くが、私森にそれは、甲斐のないことであると悟される。やがて念仏が始まり、教女の鐘の音と自由体の南む阿弥陀仏が寂しく響く。そこに聞こえたのは、愛事が、 南無阿弥陀仏を唱える声である。なおも念仏を唱えると、小方が一瞬姿を見せる。だがしののめくるとき母親の前にあったのは塚にしげる、草にすぎなかった。隅田川の母のような女性は、女物狂と呼ばれ、桜川、百万、半女など同様な女性を、主人公とする一連の作品を、教助仏と呼ぶ。江戸文芸の中でこの、 梅若の物語を下敷きとして創作された一元の作品を隅田川ものと総称する。内容は大きく脚色され、作品によっては元の設定がほとんど残っていないようなものもある。お家物的な色合いが強く出ているものが多く、江戸時代の世相や人情を反映しているとも言われている。ありがとうございます。